いらっしゃい。今回はですね、サイコンの紹介をします。ちょっとデザインが気に入って買ったんですが、キャットアイのクイックと言います。クイックといって、こういうブラケットありますよね。今までのサイコンと違って、このブラケットがブラケットでこう、なんていうんですかね、ステムの前に最初から来るようになっています。だからいちいち首の位置を曲げなくても、今までこんなステムの上とかにつけてる人もいましたけども、これもうブラケット一体型なので結構楽に見ることができます。小型でおしゃれやなーって思って買ったんですが、これつけて実際走ってみたら一つ欠点があったんですね。めちゃめちゃ暗いです。実はバックライトがないんですよね。バックライトがないのと、この液晶が意外とね、光の反射によったら見えないんですよ。こうやってタイムとか走行距離とかが出てきます。まあ従来のキャットアイのアドローネとかベロワイヤレスプラスとかと同じような使い方です。ただバックライトはこちらはありません。まあクロスバイクとかにはええなと思いました。でこれ後ろにボタンがなんか棒が出っ張ってて、それを押したら取れるんですが、なんかあんまりやったら折れそうなんで怖いんですが、これ取ることができます。取って電池交換することができます。注意せなあかんのが、前ボタン電池が、このセンサー部分がボタン電池の2032やったんですよ。こちらの本体も一般的には2032ですが、こっち側がちっちゃめの1616になってました。上と下とで電池のサイズが違うって感じですね。ただこれ Amazon の評価で見たら液晶が飛んだとか、一応これ日常生活防水みたいなんですが、液晶飛んだとか僕まだ使うてまわないので、で一応これつけて走った距離は10キロ程度なんですが、もう一回これリセットして、タイヤの外周合わすの忘れてしまって、タイヤの外周合わせるんでまたゼロに戻しましたけども、クイック、これ8月に出たばっかりですね。こんな感じです。明るい時間帯やったらちょっと見にくいなーって感じですかね。ほんのちょっとしくったかなーって。文字盤が後ろね、前ってホワイトっぽかったでしょ、今度真っ黒でしょ。で僕おしゃれやなー思ってこうたけど、後ろが黒やからやろね。これバックが黒やからか、なんかね、日中ね、意外と見にくかったです。もしこちらを買おうと思っている方、参考になればいいなと思います。これちっちゃくてね、コンパクトでいいんですが、もし見やすさとかを重視したい人は、普通の、別にケイデンスとかね、見なくてええわっていう人やったら、まあ、クロスバイクとかにつけよう言うんやったら、このクイックよりもベロワイヤレスとかをおすすめします。以上です。最後まで見ていただいてありがとうございました。